ごめんなさい、じゃねーまる様のご飯を分けてもらって。あんな腹の減らし方をされては、ねえ。天狗のご飯って不思議ですね。血の味っていうか、なんていうか、それ、自分の血の味だと思いますよ。あら、道理でくっそまずいと思いました。何かの病気ですか？病弱なだけですよ。映りませんが、村の人からしたら怖いみたいですね。それで、こんな廃墟に住んでるんですね。いえ、ここに住んでるのは自分の意志です。あそこの井戸にいる神様を慰めるのが私の一族のお仕事なんですよ。あそこにいるのが何かわかります？たたり神ですね。昔、白霊様の分家の方が現れてから信仰は一気に失われ、忘れられた神様はたたりに化けてしまったとか。あれの正体を知りながらまだ慰めていると？どんな姿になろうとも私の一族を引いては村を守ってきた神様です。偽物のせいで、それまで村を守っていた本来の神様が信仰を失い、たたりになってしまったと。古い結界も白霊のものかと思ったけど、おそらくは手紙の家系が施した結界。そりゃあ、同僚がいるなら異変にならない限り白霊の巫女は来てくれないわよね。それにしても、伝う程度の能力なんて、人間にしては面白い能力ですね。先祖様があの子から授かった力だそうです。意思、情報を伝え、伝わる能力、物や生物の情報を読み取ったり、また与えたり、情報を生物のような形状にして飛ばすこともできます。なるほど、能力でこの手紙を妖怪の山へ届け、触れた私に情報を与えたのですね。はい、新聞を読んだ時、こんな素敵な新聞を作る人にどうしても会ってみたくて。気持ち、嬉しかったですよ。まさか私の新聞を火種や兵器として以外で評価してくれる方が現れるなんて。けど、私はこちらには新聞を届けることはないのですが、どうやって読んでるんです？この子たちがもらいに行ってるんです。別に盗んでるとかではなくて、その…ああ、いいです。大体わかりますから、たまに投げ捨てられているのを拾ったりしてますんで。はい、今日の新聞です。ありがとうございます。じゃねーまる様の手から渡されるなんて感激です。読まないんですか？え？いや、読んだ感想が聞きたいなーって。ああ、私の読み方は少し変わっておりますので。偉い人ってパンツは開かないんですね。まさか、ノーパンに何か秘密が。ないと思います。もしかして、能力で見てるんですか？はい、私、目が見えないので、だから、能力でいつも読んでいるんですよ。意識を取りに移せば普通に読めますけど、直接読み取った方が作った時の気持ちとか、伝えたいこととか隅々までわかるんです。あの飛んでいる鳥たちもあなたの能力ですか？はい、私の目の代わりになってくれてます。周りに妖怪がいないのかの見回りもできるんですよ。その能力があれば、盲目なあなたでももっと良い生き方があるのでは？ないですよ。あのカラスたちは、私が今までに感じた痛みを具現化してます。ああやってカラスを食べたり触ったりすると、痛みが相手に伝わるんです。そうやって、村を守っているのですね。村に張られているのは妖怪に静電気を与える程度のしょうもない結界だったので、合点がいきましたよ。それがお役目ですから。そこまでして、何の意味が？そうしないと、罪が消えないんです。私は、愚かな一族の女ですから。あやさん、妖怪の山を頻繁に抜け出しているみたいですね。何か問題ですか？ノーパン4の字固め様が怒ってるとか？大天狗様をすげえ名前で呼びますね。4の字固めしてるみたいな立ち方で、ノーパンですよ。もう、ねえ？ねえ？って言われても。天狗は面倒ことを嫌います。このままでは、あやさんの立場が悪くなりますよ。安心して、どうせ、あと数回だけ。長い天狗のつまらない人生に比べたら、取るに足らない暇つぶしでしょう。手紙？あの子なら、もういませんよ。誰ですか？はじめまして、私は、白霊玄魔、白霊の巫女の血筋の者です。あなたが、玄魔様ですか？白霊の分家とは大層な肩書きですね。そんな方が手紙にどんな用事だったのですか？用事だなんて、ただ追い出しただけよ。は？近くに妖怪がいては村民も安心できないからね。奴が弱ったところを食事に毒を混ぜてさらに弱らせ、結界の外へと追い出しました。白霊の者として妖怪退治は義務ですからね。おとなしくしてれば捨ておいてやろうと思ってたのに。命を奪う義務なんて誰にもあるわけないだろ。部をわきまえろ、人間。手紙。あや、来てくれてありがとう。どのみち、もう長くはなかったの。だから、私はこのまま終わりでいい。井戸の神様に聞いたんだ。私の先祖は、能力を悪用して私腹を肥やしてた。だから神様は一族が短命になる呪いをかけた。
悪いことをしたなら、きちんと償わないと、私も死んで償うの。本当は、どいつもこいつも憎くて仕方がなかった。私がこんなに苦しいのに、平気そうな奴らが憎かった。それだけじゃない。あや、あなたも憎かった。私はこんなに苦しいのに、毎日必死なのに、のほほんと、新聞のネタに悩んでるあなたが、それでも長く生きられるあなたが、憎かった。だから、殺してやろうと思った。私はあなたが思っているようないい子じゃない。目の見えない世界で誰にも頼れなくて。辛くて辛かったのに。あなたがそばにいてくれて嬉しかったの。あなたと新聞を読む時間が一番大切で幸せだった。私、今は本当にあやの新聞が好き。だからずっとファンでいさせてね。短い間だったけど、ありがとう、あや。最後にお願い。私の死体は井戸に捨ててほしい。大事な家族のそばにいてあげたいの。手紙。私もあなたが喜んで新聞を読んでくれたのが嬉しかった。たとえ嘘でもその姿が嬉しかったわ。見つけたわよ、化け物。さあ、退治してしまいなさい。あなたたちは白霊のカゴがあるわ。悪いけど、巻き添えはごめんだから相手できないわ。あー、きり。きり。化け物だあれからあの村に行っていない。手紙のいなくなった村だ。興味もないし、今頃は滅んでる。ファンもいなくなり、ろくなネタも手に入らず、散々といえば散々だった。今回は私のおかげで謹慎処分だけで済んだんだからな。もうトラブルを起こすなよ。そうですね、しばらくは大将のパンツを新聞にする日々でも過ごします。やめてくんない？そんなこんなで、また元の日常が戻ってきた。これを元の日常なんて認めない。あれから、どれくらい経っただろう。もう、村がどこにあったのかも思い出せないでいる。あやさん。おっと、失礼。水曜企画でやったパンツ新聞の売り上げが好調で儲けてました。これ、アキューさんとカレームを介さずに勝手に売っていいんですか？ダメですけど、何してんすか？だって、こんなパンツコレクションみたいな新聞じゃ配らせてくれないでしょう。自覚があるなら別の説をやればよかったのに。見つけたわよ、パンツ異変の黒幕。何そのクソみたいな異変。あんたたちのせいでうちのチャンネルの変態度が増したじゃない。罰としてマリサのパンツのカラー写真よこしなさいよ。あなたも大概ですよ。あれは。何？また新聞？好きねえ、あなた。はい。とっても大好きです。